後田,田信は、中華民国の軍人、政治家。中国同盟会以来の革命派人士。初期は、軍人として活躍したが、国民政府成立後は、各省政府主席を歴任している。字は、霊教、守る権。号は、助ン。1900年、南京の江南小弁学堂に入学する。1905年に卒業後は、新軍大九鎮で任官した。 その翌年に中国同盟会に秘密裏に加入している。1908年、二等三謀館に昇進した。1911年の侵害革命においては、第9陳統制、序章を未に従って革命派として放棄し、南京で長君率いる新軍と交戦した。翌1912年、南京に中華民国臨時政府が成立すると、後忠信は、 警察総監に任命された。遠征外が臨時大総統となると、ネイチン・キヨシショウシソジ司令に任命される。その一方で、上海を拠点とする同盟会期間法、民立法の経理兼社長代理となり、海ミとの補佐を務めた。1913年の二次革命にも、後忠信は革命派として参加したが、敗北して日本へ亡命した。 翌1914年に、孫文が中華革命党を創設すると、後もこれに参加している。1915年、孫文の命により、上海へ戻り、陳その美を補佐して、半円の放棄を行った。1917年、孫文が五法運動を開始すると、後忠信もこれに参加し、越軍上皇参謀に任命された。以後、各地を転戦し、 1921年に、経理に永エ司令兼大本営憲兵司令に抜擢された。1922年に、孫文、張作林、段祈随の三角同盟が結成されると、後が孫文側の全権軍事代表に任じられる。しかし、間もなく、後は病に倒れ、3年間訴訟で療養に努めざるを得なかった。1926年の夏。 公衆国民政府が北伐を開始する。後田,田信は、南省の省会席の昇兵に応じ、その幕僚となった。1929年2月、呉は海外視察に赴いている。1932年3月、暗記省政府主席に任命され、地方制度整備や行動整備、歳出削減に尽力した。しかし、次第に、省内の管理と、 財政引き締めをめぐって対立し、1933年5月、辞任した。1935年4月、紀州省政府主席に就任した。そこでも、やはり後期粛清、行動整備、地方経済振興に尽力した。その一方で、隣接する厚生省の新構成派との関係調整にも心を配っている。 ダライラマ14世とクレ中心1936年8月、ゴタダノブは、モーゾー委員会委員長に就任し、内地に亡命してきていたパンチェンラマ9世をチベットに戻す事業に取り組んだ。翌1937年に9世は、遠隔したが、クレはその霊宮をチベットに帰還させている。また、甲子委員長大気等に、成功賞へ、祭祀のためにおくよう依頼した。 1940年2月、ダライ・ラマ14世の即位式がラサで挙行されると、クレは国民政府代表として即位式に参列した。1941年9月、関連青区統制工作考察団団長に任命され、その翌年には新疆省の生世祭との交渉も行っている。同年12月には中国編成学会理事長となり、月刊雑誌、 編成抗論を創刊した。1944年8月、森世宰の公認として、後忠信は、新京省政府主席兼保安総司令に任命された。後は、盛んに逮捕されていたブルハンシャヒディなど、各民族、各界の人物を釈放し、融和政策を取る。しかし、同年11月に三区革命により、東トルキスタン共和国が建国されると、 クレはその勢いを止めることができなかった。結局、ソ連と国民政府の交渉により、東トルキスタン共和国への対処は一時解決したが、1946年3月、クレは新京省政府主席を辞任した。その後も、後忠信は総統府秘書長などを務める。小解析に従って台湾に逃れてからは、総統府市政、国民党中央評議員、 中央規律委員会主任委員などを歴任した、1959年12月16日、台北で病没、去年76。ありがとうございます。